はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の円と直線丸1をお送りします。で、ここから円がね、入ってくるシリーズで、一応円と直線というタイトルは3本やります。ただその後も円は続くので、ちょっとしばらく円はね出てくるんですが、まずそのね最初となります。で、今回は問題が6問ありますので、できそうな子はねぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば今からね全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ早速ね、1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあ行きましょう。で、まず最初に今回ね、この6問を通してできるようになってほしいのが、円の方程式の表し方です。いいかな？で、必ず中心と半径、この2つが揃ってればもう表せます。で、一応公式があるので、それもねこの右上に書いておくからね。で、公式はですね、ちょ書いてから説明するからね、カッコ x マイナス a の2乗プラスカッコ y マイナス b の2乗イコール r の2乗です。おそらく基本的にこれが書いてあると思う、テキストとか教科書にはね。で、 abr が何かっていうと、まず ab、 ここは中心の x 座標と y 座標です。だから先に言っちゃうと1と2なんで、 x マイナス1の2乗プラス y マイナス2の2乗になります。で、残った R は半径です。それを2乗すればいいと。だから、中心と半径が分かってれば、もう答えね、そのままいくよ。X マイナス1の2乗プラス Y マイナス2の2乗イコール、で、3も2乗するから9と。ね、これで OK となります。で、間違いやすいミス、何点かあるんだけど、まず、X 座標、Y 座標、引かなきゃいけないんだよね。これをプラスと書くか、ね、書いてしまうことが結構ある。X プラス1、Y プラス1って。足すんじゃなくて引く。ね、中心は。で、次は、ここの足すを地味に忘れるとかね。で、最後はやっぱり半径と直径を使い間違えると。だから半径だからね、必ずね。で、次が中心が原点です。で、半径が4となって、まあ中心も半径も出てるから解くことはできるんだけど、で、原点は一応書けば00でしょ？原点だからね。だから、x-0 の2乗、y-0 の2乗になるんだけど、その引く0なんて書かなくていいから、結局カッコが外れて、x の2乗プラス y の2乗となります。で、イコール半径4だから、2乗して16と。ね、だから原点が中心になってるときはこうなります。左辺 x2 乗プラス y の2乗ってね。で、次が中心が出てると。で、問題が半径書いてないんだよね。でも原点を通るって書いてくれてる。だからこれに関してはどうやるかっていうと、半径求めに行きます。で、慣れてくると、頭の中ではこうでしょうってね、わかる人の方が多くなってくるとは思うんだけど、ひとまずね、んって思ったら図を簡単に書くといいです。いい？で、例えばこれ、ちょっとちっちゃくいこうか。 X 軸、 Y 軸、ちっちゃくてごめんね。こうあると。で、中心がマイナス1の2なんだよね。だからマイナス1の2なんで、ちょっとこの辺書こうか。ここが中心だと。で、原点を通るって言ってるから、ちょっとうまく書けないけどね、きっとこんな感じになってる。いい？で、そうすると中心が分かってて原点通るって言ってるから、そっから原点の部分結んだら絶対半径になってるじゃん。いい？つまり中心じゃねえや、いいんだこちらね、中心と原点、この2点間の距離を求めれば半径出すことができます。いいね。で、2点間の距離ね、使わなくても三平方とかでも解けるんですけど、一応じゃあ2点間の距離、ずっとね前のシリーズから使ってたやつを使えば、 x 座標引いて y 座標引いて2乗でしょ。で、ルートの中でマイナス1から0引くから、それの2乗なんで12から0引けば2、それの2乗なんで4、それを足すと。そうすればルート5ってすぐ出てくるから、ここ半径ルート5ね、点が分かれば中心が書いてあって半径も出したと。つまり答えは、まず x 座標引くからね、今回引くからプラスに変わります。で、足す
y-2 の2乗イコール半径ルート5、それを2乗しなきゃいけないからルートが外れて5となりますね。これが解き方、まあ、図を書くとやりやすいかなと思う、個人的にはね。で、次も中心が出てる。で、X 軸に接するって書いてくれてるね。で、これも、まあ、図を書いていきましょう。で、軸書いて、まあ、X は Y 書かなくていいかな。あ、右がギリだけど、あ、一応ずってね。で、マイナス2の3なので、マイナス2の3でもこの辺にしとこうか。で、そこに中心があると。赤を使おうと思ったのに黒で書いたのにちょっと待ってね。ミスってしまった。で、マイナス2の3と。で、今度、X 軸に接するんだよね。つまり、X 軸、ここからまっすぐ下ろした、ここに接するから、まあ、こんな感じになります。超曲がったけどね。で、それが分かれば、接するんだから、ここが半径になるの。ちょうど接してるからね。で、これは、よし、2点間の距離か、とかと思うんですけど、そんなこと使わなくてよくって、まっすぐ下ろした部分ってことは、ここの長さってこの座標から判断して3だよね。だってマイナス2の3なんだから。いい。だからもうこれを使わなくてもすぐわかる。半径が3ってね。なのでだね。中心がこれ。半径が3ってわかったから答え。マイナス2を引くからプラスに変わって2乗。プラス y-3 の2乗イコールね、半径の2乗なんで9と、こうなります。で、あと2問。次はまた中心書いてあるね。で、点11を通るって書いてあります。で、これはこのタイプと似ていて、中心が分かってて1箇所通ると。これもそうだもんね。原点1箇所通るって書いてある。だから今回ちょっとあえて図を書かないんですけど、この2点間の距離、ここが中心でここを通るって書いて、こうやってぐるっとね、なってるから、ここの距離を出せば半径になるから。だから上と同じく2点間の距離で求めちゃおう、もう早速ね。で、こっちからこっちを引く方針でいこうか。X 作業引きます。4から1引いて3、2乗するから9、プラス、マイナス1から1を引くとマイナス2、2乗すると4です。つまり、半径ルート13というのが分かります。だから中心が分かってて半径も分かった。だからあと答え、下ギリだったね、ちょっと申し訳なかったけど。 X 座標引きます。2乗プラス Y 座標引くから今度プラス1になるね。2乗イコールルート13、半径を2乗するとルートが外れて13と。さあ、この線は入ったか。あ、ギリだね。ちょ、右上がってるけど、まあ、こんな感じでなります。で、最後はちょっと違うタイプになってて、直径の両端がマイナス1の3、そして1のマイナス5となってます。で、これは軸を書かなくてもいけるかなとは思うけど、一応書こうか。右下、この辺がギリか。今回図がね、ちょっとちっちゃくて申し訳ないんだけど、あ、書いてしまったとおかしいか。で、マイナス1の3。なので、どこだ？マイナス1の3。まあ、この辺にしとこうか。が1箇所。で、1のマイナス5だから、1のマイナス5。この辺？ちょっと図的になんかおかしいけどね。で、これが直径の両端なのね。つまり、こう結んだものが直径で、そっからこうぐるっと、うお、曲がってるけど、円ができてると。こういう感じ、イメージとしては。で、初めて中心が書いてないのね。半径も書いてないけど。で、どうやるかっていうと、両方出す。もちろん。で、まず中心から行くんですけど、これね、こことここが直径の両端になってる。つまり、こことここの中点、ちょうど真ん中ね。中点が必ず中心になるはずなの、ここが。だから、これとこれの中点を出せば中心になります。それが。ね。で、中心。ちょっとね、下がギリなのでちっちゃくなっちゃうけど。で、中心は中点なので、それぞれ足して2で割る。X 座標を足すと0です。だから2で割っても0。Y 座標は足すとマイナス2です。2で割るからマイナス1となります。これが中心。で、今度は半径を出しに行きたいんですけど、まず2点間出します。2点間。いい？で、これとこれの2点間を出すと、
こっちからこっち引こうか。引いてマイナス2だから2乗して4。こっちからこっち引くと8なんで、葉っぱ64。だから、ルート68となります。で、ルート68が、2ルート、いくつだ ?17 か。で、合ってるかな?大丈夫だね。2ルート17になると。で、気をつけなきゃいけないのが、今回、これ半径じゃないからね。今出してるのは、2点間の距離なんだけど、これ直径だから。だから、これ直径なので、半径は半分のルート17になります。いいね。そこだけ注意すれば大丈夫。だから、中心が分かってて、半径が半分のルート17。で、あとは公式なので、x 座標0だから、x から0引くと、括弧が外れて x2 乗になります。まあ、ここと同じ感じだね。で、プラス、マイナス1を引くので、プラスになって、こう。で、ルート17を2乗すると、ルート外れるから17と。これで、OK となります。ちょっと狭くてね、申し訳ない、最後ね。まあ、これが円の方程式の表し方になりますので、これからめっちゃ出てくるからね、この方程式。なのでね、まず覚えておきましょう。では、今回は、高校数学数2の円と直線丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回というか、まあ、このね、タイトルが3番まで続くんですが、まあ、次回も同じような知識を使ってね、違う問題やっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。もうじゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。